中札内村は北海道十勝総合振興局にある村。北海道内の村の中で最も人口が多い。村名はアイヌ語で川く、川を意味する、札内に由来している札内川の中央より上流一帯に村が位置していることから名付けられた。札内川は夏季と冬季の一時期に中流地域で流水が堆積した砂利層で副流水となることで、 漂流水が見られないことから、乾く川と呼ばれた。十勝平野南西部に位置し、日高山脈役中央部に源を発する札、内川流域に広がっている。村の西部は、日高山脈役エリモ国定公園になっており、札内川上流は、日本国内最大級の化粧やな群生地として、希少価値がある。十勝ポロシリ岳は、国の名称、ピカノカの一つに指定されている。 夏季は摂氏20度前後、冬季はマイナス摂氏10度前後と年間を通して寒暖の差が激しいのが特徴。冬には、降雨、降雪が少なく、とカチバれと言われるガラリと晴れた日が続く。以下に示すのは、現在の市内速攻所である、気象庁上札内観測所のデータである、中札内村西洋欄参照有効都市交流都市、役場歴代村長議会、 警察消防特別支援学校中学校、小学校保育園機関産業は農業。1985年には有機農業の村を宣言し、土から出たものは土に返せを合言葉に、農畜産物の生産を行っている、立地企業、組合スーパーマーケット金融機関、郵便局宅配便帯広空港まで車で約10分、帯広市中心部までは車で 約30分のアクセスとなっている、村内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 北海道根室本線帯広駅、廃止路線、編集1987年2月まで、国鉄広尾線が通っており、中札内駅があった。道の駅中さ、ないカントリープラザ村内を通る、幹線道路は、シーニックバイウェイの、南十勝夢街道、大雪、富良野、 都価値を結ぶ北海道が電海道になっている高速道路、編集一般国道、編集都道府県道、編集道の駅、編集国指定村指定1991年3月、地域の活性化とイメージアップを図るため、シンボルマークやキャッチフレーズなどを募集し、審査委員会でピータンが誕生した。中札内特産を組み合わせたひよこで、ピヨピヨひよこの ドラマ50音順行政産業観光、ありがとうございます。